こんにちは、しんげんくんです。本日は少々趣向を変えて、普段しんげんくんが行くおすすめのグルメリポートを、孤高のグルメと題して配信していきたいと思います。最近炭水化物ダイエットをしていて、とても炭水化物が食べたい、そんな時はやっぱり食べ慣れたところに行くのが一番ですよね。しんげんくんがよく行くお店はもちろんここ。まあ見てそのまんまラーメン屋ですね。どんなラーメンが出てくるのかな。ラーメンアットGメン、すごい名前。腹が減った。また見ぬ山梨の宝探しに行くんじゃん。はい、いらっしゃい。それにしても見てよこの筋肉。それにこの写真、ボスと店長の写真かな。ボディービルやってんのかよ。こちらがその社長、ボディービルダーの聖地カリフォルニアの大会でなんと優勝したことがあるらしい。店長も入賞者。どんなラーメン屋だよここ。まあサラリーマンとしてはこういうお得なランチセットは見逃せない。本当に今日何食うか迷うな。いろいろあって目移りしちゃうよ。なんか麺までいろいろあるなこれ。ヘルシー麺、うわー、ヘルシー麺も捨てがたいけど、やっぱし今炭水化物食いてえからな。うーん、どうしよう。この店ね、ほんとメニュー多くて、豚骨ラーメンあったりとか味噌ラーメンあったりとか、うーん、冒険すべきか無難に行くべきか、いつも迷っちゃう。今日の丼って何ですか。今日の牛丼は大西チャーシュー丼です。おっと、聞いたことないやつが出てきたぞ。失礼します。はい、失礼します。じゃあ、はい、今日は、このセットで、はい、タンメンと日替わりミニの餃子ください。以上でよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。結局今日はツイッターとかでもううまいうまいって言われてるタンメンを初トライ。ミニ丼も毎回毎回違うから、それを楽しみに来るお客さんも多いらしいよ。この店はね、一番最初来た時は味噌ラーメン食べた。でもめちゃくちゃ美味しくて、次に醤油ラーメン、でもそれも美味しくて、なんか何かが一個うまいんじゃなくて、料理の基礎がしっかりしてるから何頼んでもうまいんだよね。ラーメン屋ってラーメンだけが美味しい店と、ラーメンとラーメンの他のものが美味しい店もあるけど、ここのボスは確か日本割烹を何十年も修行していて、料理の基礎ができているんだよね。だからうまいんだと思う。まあそれにしても疲れたわ、今日まだ昼前なのにね。お待たせいたしました。タンメン、タンメン入れてます。はい、はい、こちら餃子と未来ミニ丼のスパイシーチャーシュー丼です。どうぞ。はい、待ってました。よし、食べるぞ。信玄君はね、いつも餃子は先にかけちゃう。全部先に食べることに集中したいから。でもこうすると受け皿も使わないで簡単に食べれるから、すごい楽ちんなんだよね。じゃあまず最初は無難にね、餃子からいってみようかな。じゃあ、うーわ、肉汁やば。いや、うまっ。うまいけどこれニンニク効きすぎて仕事大丈夫かな。まあいっか、うまいもんね。そしてこれこれ、今日のチャーシュー丼、なんだろう、確かスパイシーチャーシュー丼。インド、インド、インド、何これ。このインドを感じるこの丼は一体。カレーではない、カレーではないけどもスパイスを感じる、すごい不思議な味だけど、クリーミーでちょっとピリ辛。はっきり言ってこれ単品で食いたい。めちゃくちゃこれ大好き。ラーメンかインド料理か迷った時にこの丼食べたら全て解消する。そしてこの後の水、これが美味しいのよ。おっと、忘れてた、これしないと。このね、コップの横に泡がつくかどうか。泡がつけばそのコップは汚れてる、つかなければ汚れてない。
しっかりとした店を見分けるときには必ずいつもするんだけど、やっぱりこの店は大丈夫。綺麗だったね。本当にしっかり洗ってる店は炭酸入れても泡一個もつかないからね。じゃあラーメンスープからいこうか。どれどれ。うわクリーミー。これタンメンか。麺もしっかりしてるな。うわやっぱりクリーミー。なんだろう、出汁は鶏かな。野菜の出汁と多分鶏だと思うんだけど、鶏の出汁かな。そういった旨味のクリーミーさ。リアルタイムで言いたい。めちゃくちゃうまい。マジで。本当ですか。いいな、最高ですね。すげえうまい。思わず喋っちゃうぐらい。いいですね。早く食べたいです。見てわかるようにラーメンすすると野菜がバンバン口に入ってくるから野菜がてんこ盛り。これすごい野菜の量だな。ラーメン食ってんのか野菜炒め食ってんのか分かんないくらいお得な感じがする。今日は炭水化物ダイエットなんてことはやめて、腹いっぱいうまいもの食いたいわ。うまい。このラーメン食べてると餃子が食べたくなってさ、でこの餃子食べて、あーうまい。そうするとさ、このチャーシュー丼がまた食べたくなっちゃう。でまた当然このチャーシュー丼食べればさ、ラーメン食いたくなっちゃうんだよね。そうだ、そういえば一番最初この店に行った時に、俺醤油ラーメン頼んでメンマ食べれないからメンマ抜いてくださいって言ったんだよね。そしたらメンマ抜かれてたんだけども、海苔と卵が入ってて、まあメンマ抜いて代わりですって入れてくれたんだけど、これね結構感動して、いやー他のラーメン屋でねメンマ抜かれて、でメンマの料金がそのまま加算されてるのよ、メンマ食べてないのに。そういう店はいっぱいあったけど、こうやって他のものを入れてくれるお店ってなかなか山梨県ないと思うよ。お店の本質がわかるよね。後半の野菜の量がやばいわ。これラーメンなのに野菜も取れちゃうからすごく健康にいい気がする。これめっちゃうまいですね。あ、本当ですか。よかったです。このチャーシュー丼なんですけども、アメリカに割烹の働いてる時に向こうで流行ったスパイシーツナっていうレシピがあって、でそれのソースをチャーシュー丼にしてみたらこういった味になって、インド系を感じますけど。ああよくわかりましたね。クミンをちょっとさらにそこでアレンジで加えてみたっていう。クリーミーででもスパイシーだけどそのクリーミーさが包み込んでて、そうこれだけでいけちゃうみたいな。ここの日替わりでもいつも楽しみにしてて、ね、あ本当ですか。 おまけというか、ああランチサービスで出てくるサービスのものじゃないんですよ、レベルが高くすぎて。よかったよかった。インドはねやっぱり楽しみの一つ、まあ手抜きせずに安いけどちゃんとした商品として頑張ってます。すいません、ありがとうございます。はいはい、楽しかった時間はあっという間に過ぎ去って、もうスープしか残ってないよ。でもほんと久しぶりとはいえちょっと食いすぎたかもしれない。もうパツパツ、あー苦しい。でもすんげー満足した。美味しかった。名残惜しくまたスープ飲んじゃうんだよね。あと引くこいつが悪い。うまいわ。美味しい。お疲れさん。どうもお疲れさん。はいはいはい、今日めちゃくちゃ美味しかったです。良かったです。本当に美味しかったです。ここに来ると思いっきり食っちゃうんですよ。あいつもはラーメンだけで終わるところも丼とか餃子とか、もう全部、腹いっぱいにして帰りたいです。あー良かった。うまいから。ありがとうございます。はい、また来ます。また、はい、ぜひ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。タンメンは山梨一番前です。あー良かった。よっしゃ、励みになります。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。また来ます。はいはい。はぁ、あ、美味しかった。次はどんな山梨の美味しいグルメを紹介しようかな。お腹パンパン、こんなに出ちまったよ。でもいいんだ、後悔はない。美味しいものを食べてる時は本当に幸せだよね。それじゃあまた次回の山梨グルメでお会いしましょう。みんなまたね。いいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 ん、また見ぬ山梨探しに行くんじゃん。子供にももっと
またね。